届いたところがっつりどうぞっていう掛け声がすごい。ご飯とカレーのルーとお漬物かがおかわり自由という感じで。ハハ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 いい匂いですね。カレーです。ご飯おかわりできるんですか？あ、そうそう、あの、はい、一応コンセプトとしては、うん、そのまあ、デカ盛りのメニューもあるんですけど、うん、はい、まあ、普通の定食はあのご飯とカレーのルーと、はい、お漬物かがおかわり自由って感じで、めっちゃすごいですね。誰でもお腹いっぱいになれるみたいな。本当ですね。そうそう、おかずなくなって白ご飯だけじゃ食べられへんっていうので、まあ、カレーやったらご飯だったらカレーでも食べれるから、おかずなくなって。そうですね。それでちょっとおかず先になくなっちゃったお客さんとかでもカレーでちょっと自分の胃袋を調節してもらって。単純な疑問なんですけど、それって採算合うんですか？いや、正直、うん、他の飲食店さんとかと比べたらもう原価もすごいかかってるし、うん、ほぼ残らないですけど、やっぱりそうやってお客さんに還元することによって支持していただけて、うん、ちょっとずつちょっとずついただいて、それでなんとかやっていきたいみたいな、それで喜んでもらって自分らでも続けさせてもらってるんで、そのやり方が正しかったよなって今ちょっと思ってるんですけど、まあ、学生の頃らとかでも低価格でこう腹いっぱいになって喜んで帰ってくれてるんで、みんな学生なんかお金大事じゃないですか。1000円以内で今腹いっぱい食える店なんで、学生の方も結構多いんですけど、まあ、そういうお客さんに喜んでもらって、まあ、サラリーマンのお客さんとかもね、お小遣い少ないと思うんですけど、その中でまあうち来てお小遣い変の範囲内で腹いっぱい食えると思うんで、まあそういうふうなところでこう支持していただけてるのかなっていう、まあその中でうちもやっていけるんで、
ミ君あれや、手袋代さ、コラだったからこっちに返す。買い物代。終わり、手袋代もう。また返す。カレーのお味いかがですか？これはね、辛さちょうどよくて美味しいです。あ、そうですか、はい、うん、初めて来たのだけど、20年前とか。おー、そうなんですね、
なんかあのすごい繁盛してるお店だと思うんですけど、なんか繁盛の理由ってどういうところだと思いますか？やっぱあのお店の名前がやっぱりがっつり食べれる。午後も頑張れそうですか？はい、頑張ります。すごいメニューも豊富ですもんね。あ、そう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 。種類ありますよね。結構減ったけど、それでもまだメニューの数でいったらある方だと思いますね。特にどんなメニューが人気とかありますか？定食だったら、あの、まあ、ベタなんですけど、唐揚げ定食とかが人気です。うちサイズがあって、唐揚げ定食とかでも、唐揚げの数が5個で、小から、小、中、大、特大ってあるんですけど、5個、8個、11個、14個みたいな。すごい。14個入ったら1000の何かしってちょっと高いんですけど、はい、まあ、でもすごいボリュームで、おかず食いのお客さんはそうやっておかず増やしてもらって、まあ、ご飯もカレーも食べてもらえるんですけど、で、まあ、おかずは普通でいいお客さんはそのショーとかで、まあ、お腹いっぱいになってもらうみたいな。じゃあかなり幅広いお客様がもう選びやすいってことですね。おー、すごい。丼とかだったらジャンボ丼というか、その昔からあるメニューなんですけど、1.7 キロから8キロぐらいの大きい丼。それはもうなんか名物なので、昔からやってて、部活終わりの野球部のコーラがみんなで丼食べに来て、ジャンボ丼食べに来て、そうですか、みんなでなんか言いながら帰って、それもご飯大盛りとかにも無料できるんで、もともと大盛りなんですけど、そこでさらに大盛りにして、みんなでなんかこう、のこさんと食べるゲームじゃないけど、みたいな感じで。卵を 5個分で、ご飯が普通は700やけど、はい、大盛りは800入るんです、無料ですので。あ、大盛り、大盛り、大盛り800は無料、8g無料。
すごい。めちゃくちゃ重たい。顔より大きいですね。いや、ほんまに。めっちゃ重たい。ほんまや。めちゃくちゃ美味しいです。めちゃめちゃ通学で、肉もジューシーなんで最高です。すんごいボリュームですね。一人やったらもうこれはとても食べれないです。二人だったら大丈夫そうですか？いける、うん、いけると思います。いけそう。なんとか。すごい。どうですか？お腹は。いや、暑かったです。お入りいただきました。頑張ってくれた。もうすぐトイレ行きました。美味しかで、チキン焼いてるんですけど、うん、上の蓋浮いてますよね。浮いてます。入らないんで。意味あるんですけど。あれ、漏らされないんで意味ないんです。片面焼いたら、鶏肉が若干小さくなるから。あ、なるほど。それで離してから蓋してもらえるんで。なるほど。チキンひっくり返したんですけど、やっぱり閉まってない。おかしいな。ちょっと縮んでるっすわ。はい、いや、ちょっとあの鳥の蓋閉まってないなってなんて。ああ、あれは。ああ、あれハッピーどうも。
行った時のガッツリどうぞっていう掛け声がすごい。あとって何をご注文されたんですか。チキン南蛮と中頼んだんですけど、特大まであるじゃないですか。すごいお腹いっぱいになりました。ご飯とカレーがおかわり自由なんですけれども、なんかおかわりとかされましたか。あ、しました。カレーもまた食べてるけど、結構もうこれだけでお腹いっぱいになっちゃったんで。お店って今何年ぐらいやられてるんですか。僕独立する前は僕の上の人がいて、その人の元でここで3年ぐらいやってるんですけど、全部合わせたら2008年からやから何年なんやろ、14、15年。そうですね、になります。3年ぐらいでちょっと店畳むってなっちゃって、でもちょっとお客さんもまあそれなりに来てもらってたんで、まあ、閉めるのもあまりにもったいないから、ちょっと頑張って開けるっていう話してちょっと譲り受けるような形になったんですけど。あ、なるほど。そうなんですね。それでそっから約10年ぐらいか、なんとかなんとか。すごい、なんか毎日お忙しいお店ですよね。今はなんとか本当にその支持していただいて、喜んでお客さんにも来てもらえてるのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、当初からもうデカ盛りの店ではあってんけど、当時はもうデカ盛りすぎてちょっとお客さんが食べきれへんっていう、そういうのとかもあって
がこう客層がだいぶ絞られちゃうっていうので、なかなかこういろんな層のお客さんには来てもらおうでもなく、今はご飯食べ放題であったりとか、こうどんなお客さんでも来やすいような店にもなってるんで、そういうところでこう幅広いお客さんに喜んでもらえてるのかなっていうふうには感じてるんですけど、何をご注文されたんですか？ホルモンピザ。めっちゃ美味しかったです。食べる前カレーも 2,3 杯いったろうって思ってるんやけど、実際に定食食べ終わったら無理です。繁盛の理由ってどういうところだと思います？やっぱコスパちゃいます。カレーとご飯定食頼んで食べ放題になるから、やっぱそれが大きいんじゃないですかね。一時すごい物価が上がっちゃったんで、うちもちょっと値上げはね、してたんですけど、思ってた以上にそこからまだまだちょっと物価も上がってきてるんで、どうしようかなと思いながら、もうこれ以上上げるのもなっていうので、ずる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 そのまま。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫じゃないんだけど、まあね、お客さんも大丈夫じゃないんでね。そのままずるずる落ち着くのを待ってるんですけど、なかなかまだずっと上がり続けてるんで、もしかしたら値上げもするかもしれないですけど、とりあえずやっぱうちも安さも売りなんで、できるだけこう我慢しながら、こうお客さんに喜んでもらえたらと思ってます。温泉行きます。お願いします。Thank you.
そうそう、おもちで。今別に入れようと思ったら入れてんねんけど。やっぱり現場に立ってそうですか、うん、やってるし、まあ、現場が一番楽しいんで、うん、最前線でできるところまでは、うん、とは思ってます。あ、そうですか。Dun dun 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 d